二条伊水神社トリート、社名表二条伊水神社は、富山県高岡市の二条山南独にある神社である。敷内名神大社、古市中国一の宮で、明治時代に先座した伊水神社の元の鎮座地である。二条山を、神大山とし、二条大臣を祀る。旧社格は尊社。境内には、二条山養老寺の一つである高野山真言宗の、寺院、寺尊院も併設されている。 江戸時代以前の歴史は、伊水神社歴史創建から、江戸時代を参照のこと。1875年、伊水神社は、高岡市中心部の高岡城、本丸跡に遷座した。これは、伊水神社が長らく社層の強い影響下にあり、仏教色が強いものであったためである。しかし、二条村の宇じ子からの反対があったため、二条三六の旧社地には、伊水神社の文社として、 二条伊水神社が残された。第二次大戦後、二条伊水神社は、伊水神社から独立し、正式名称を、越中僧者伊水神社とした。4月23日の霊祭では、特殊神事、月山行事が行われる。明治期に休止となったが1956年より、復活したもので、高岡御車山祭りの御車山は、この月山行事を移動できるように発展させたもので、 あるとも考えられている。境内の三本杉の前に、月山と呼ばれる三つの祭壇が築かれる。それぞれ、日吉社、二条大臣、院来社の三神を祀るものである。月山は上下二段の雛壇様式で、幅島、奥行き三県、上段中央には簡素な東風の祠の屋根に、主神である斧を振り上げた天狗を祀り、下段には、それぞれ面をつけた、仏門守護の四天皇。 もちく店、増長店、項目店、多門隆の藁人形を廃し、両側に桜と木蓮の造花を飾る。霊祭の儀式の後に院内者、二条大臣、日吉社の順で三期の御腰が巡行するが、途中で院内者の御腰だけが、鳥居の外に出た後、二条大臣と日吉社の間に割って入る。これを、院内割り込みというが、その意味は伝わっていない。 この行事は一年の豊作を祈る古代信仰の形態である。なお、月山行事の神事が終わると、二条山の悪い神様が暴れると伝わるため、月山は大急ぎで解体される。この行事は、能登にある、伊ギ山の伊種流、紀子神社でも行われていたが、明治期に廃絶、富山県内でも、同じく県の無形民族文化財に指定されている、伊水市の宝城津八万宮と、 ここ二条伊水神社で行われているだけであり、全国的にも珍しい行事である。なお三箇所の主審の見た目から、北条津の足なし、二条さんの手なし、伊するさんの口なしと言われてきた。1960年3月12日に、月山が高岡市の有形民族文化財に、1982年1月18日には、月山行事が、 富山県の無形民族文化財に指定され、2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。ありがとうございます。